グスタフ・コンツはドイツの画家、美術師屋である、チュービンゲンで生まれた。美術への関心は幼い頃から持っていたが、進学を学び、1850年にチュービンゲンの学生結社であるブルシェンシャフト・ゲルマニアの会員になった。チフスにかかり、しばらく学問を続けられなくなった後、美術に転じ、シュトットガルトの美術学校に入学し、ハイン・リヒ・フンクやベルンハルト・ネーハーに学んだ。 数年間、ミュンヘンで学んだ後、1858年から1862年まで、デュッセルドルフの風景画家、オスバルトアヒヘンマッハの弟子となった。イタリアを旅し、ローマとその周辺地域で1年間ほど修行し、1862年10月末に、ローマのドイツ語圏の芸術家の集団、ドイチャ・カンセラー・ベリンのメンバーとなった。コンツは、 イタリアの風景を描いた作品で知られている。デュッセルドルフの美術家協会、マルカソンの会員になり、1865年に、シュトットガルトの女性のための教育機関、ケーニギン・キャットリナ・シュティフト・ギムナジウム・シュトットガルトの教授を務めた。息子のバルター・コンツは画家になり、孫のベルンハルト・コンツ、1906から1999は、音楽家となった。ありがとうございます。